行こう。いざ。ようこそ。もう久しく木漏れ茶屋には来てなかったんじゃないかい？ちょうど食事の時間だ。早速腕を振るってみたよ。さあ俺の料理を食べてみてくれ。武勇邸にはかなわないかもしれないけど味は悪くないはずだ。どうしたの？そんな驚いた顔して。どうしてそんな誤解が生まれてるんだ。あの時は確かに変な食材を鍋に入れたけど、あれは遊びだったからで。普通の料理はもちろん普通の方法で作る。上里家の慶子として料理も美味しく作れないとダメだろ。とにかくしっかり味わってみてくれ。これは今日予定している特別なおもてなしの一つだよ。どうやら俺の腕前はなかなかだったようだね。ああ、一人で外を冒険するにしても生活の質には気をつけないとね。例えば君のマント、角のところにほころびができてる。そのまま放っておくとほころびが全体に広がってしまう可能性がある。そうなったら対処するのも一苦労だろう。後で俺が縫ってあげるよ。こういう針仕事は得意なんだ。火星についてなら誰にも負けない自信があるよ。掃除、料理、縫い物、どれも俺の得意分野だ。こういうのは俺に任せてくれ。ん？何か問題でも？おいおい、もしかしてシャブ業の人たちに火星科の授業をやろうなんて考えてないよね？それは難しいと思うよ。参加する人なんてほとんどいないんじゃないかな。それを使ってみんなからの印象を変えるのはさすがに現実的じゃないっていうか、まださっきのことを気にしてたのかい？でもこの機に火星の理念をみんなに伝えられるのなら、シャブ業にとっては確かにいいことだ。一人一人が自分の生活を管理できるようになれば、健康な体で仕事に励むことができる。少し試してみようか。大々的に宣伝する必要はあるかな？ああ、シャブ業所内だけで宣伝するならあまり準備も必要ないだろう。机と椅子はこっちでどうにかする。でもシャブ業所内でどう宣伝するかについては相談が必要だ。後でシャブ業所にいる人たちに話を聞いてみよう。火星科ですか。正直言うと、トーマさんの授業は私も聞いてみたいです。しかしここ数日は他のことで忙しく、しばらく後でもいいでしょうか？何日かしたら必ず行きます。もちろん、いつ来てもいいよ。ありがとうございます。つかぬことをお聞きしますが、火星科の授業を開くのならどうして古田さんに聞かないのでしょう？古田さんは上里家の執事です。こういったことには詳しいはずですよ。まあ一緒に行ってみようか。順調にことが運ぶといいんだけど。それ、トー
馬さんにお客人。これはこれは滅多に見ない組み合わせですね。何か一大事でも？いや、何でもないよ。ただ俺たち火星科の授業をやろうかと考えてるんだ。火星科？それはいいですね。実は以前からトーマさんに火星の技術をハルちゃんに教授してほしいと思っていたんです。やっとその機会が訪れました。しかしそのご様子だと我々執事と使用人のみだけではなくシャブ業全体に向けてのもののようですね。それでしたらシャブ業所で大掃除を取り行い、それを通して火星の技術を宣伝してみてはいかがでしょうか。百聞は一見にしかず、口で解説するよりも直接見せた方がいいでしょう。その意見には賛成だ。確かに他にいい方法もないからね。そうと決まれば一つ気合を入れてシャブ業の人たちに火星の魅力を感じてもらおう。さあ行こうか。雑草を処理すれば花がよりきれいに咲く。これで庭が片付いた。ついでに木に水をやろう。やりますね、トーマさん。これは…やっ、やっ、シャブ業所全体が綺麗で明るくなったね。途中結構いろんな人が見に来てたけど、火星に興味を持ってくれたかはわからない。何はともあれありがとう。普段はいつも俺一人でこういったことをやるんだ。今日は一緒にやったからかな。なかなかいい経験になったよ。ああ、机と椅子は今晩のうちに俺が並べておくよ。明日何人来るかはわからないけど。それじゃあまた明日。今晩はちゃんと休むように。こっちだよ。気にしないで。これが普通なんだ。一朝一夕では覆すことのできない認識ももちろんある。それを変えるためには時間と努力が必要なのさ。それじゃあこの最初の授業は君と一対一でやろう。この前君のために服を縫ったことを覚えてるかい？この機会に今回は君にセーターの編み方を教えよう。そうすれば今年の冬は自分で冬服を編むことができるからね。俺のためにそこまで考えてくれるなんてすごく嬉しいよ。でも俺は本当に気にしてないんだ。血筋、個人的な趣味、特殊な仕事の性質、それらによって非難を浴びることは別に珍しくも何ともないことだからね。
他人の口を塞ぐことは誰にもできない。俺はあいつらに何を言われても気にしないさ。ただ上里家が安泰であればそれでいい。さて、そろそろこの話は終わりにしよう。ほら、網針を持ってきて。まずは平編みから学んでいこう。こうして糸を交差してここから通す。それから針の上にかけて親指側の糸を引っかき上げてから人差し指側の糸を引っかき上げてしっかりと引っ張る。なかなか飲み込みが早いね。でもここはもうちょっと丁寧にやっておかないと。そう、それでいい。まずは小さな目標を決めよう。冬になるまでにマフラーを一つ編む。その時は自分の首に巻いてもいいし、好きな人にあげたっていい。どちらも素敵な選択だ。こうして想像するだけでなんだか心が温かくなってきたよ。うん、いいね。